まずはお腹ほぐしですね。しっかりとお腹のお肉ちょっとつまんで引っ張っていきます。でしっかりとここを柔らかくしてから最後ですね、2種類の呼吸をすることで少し引き締め効果、むくみすっきり効果、そして快眠効果を狙っていきたいと思います。はい、お肉が邪魔でっていう人もね、ぜひここはしっかりと引っ張って、いてててててって感じ、特に痛いところをよくこう引っ張ってつまんでやってみてください。はい、ここでねしっかりとむくみ取ってすっきりとね細く引き締まった状態で明日を迎えましょう。でもちろんね、長期的な体脂肪の減少っていう面では、概要欄にあるですね、食事の基本、こちらを合わせることで達成することが可能です。はい、よいしょ。あくまでも、むくみ取り、そして快眠のためにご利用ください。はい、 OK。 ではですね、左手上げて右側に体を倒していきます。で足も右側にして体側を伸ばしていきましょう。気持ちよく呼吸は続けていきます。鼻から吸って口からゆっくり吐きましょう。もう一度鼻から吸って口から吐きましょう。伸びが足りない方は右手で左手の手首掴んでぐっとさらに上に伸ばしてあげます。そうすると腕からこの脇のところ、お腹のところ、しっかり伸びてくると思います。呼吸でね、体膨らませて、さらにストレッチ、息吐きながら、はい、吸って、吐いて、はい、反対行きましょう。よいしょ。今度は右手を伸ばします。で左手でグイッと引っ張っていきましょう。あ、気持ちよく伸びてきたなっていうところで呼吸を始めます。これでですね、お腹の正面、そして、横の部分伸ばして緩めたことになります。この後はですね、ももの前を伸ばして、まあ、そことお腹のつながりは結構ありますので、しっかりとね、お腹の周りまで緩めていきたいと思います。その後の呼吸をしやすくするための、前準備になります。では横になっていただいたら、よいしょ、足の甲をグッと掴んで後ろに引っ張っていきたいと思います。腿の前が伸びてれば OK です。で腰が反らないという前提で少し膝を後ろに引っ張っていただくとさらに伸びが強くなります。呼吸は忘れずにいきましょう。もうね、ベッドの上なので楽にやっていきましょう。気持ちいいぐらいで全然 OK です。呼吸だけは忘れずにね、ゆっくり深く細くやっていきましょう。あと10秒ぐらいです。はい、OK、反対です。寝返りを打ちましょう。反対足も足の甲を掴んでぐーっと後ろです。腰反らないという前提で膝を後ろへ、ゆっくりとした呼吸忘れずにやっていきましょう。吐いて、次からですね、胸式、腹式、どちらも順序にやってさらにお腹周りを膨らませていきたいと思います。下っ腹へこます引き締め効果なんかも期待できますので、こ
の呼吸最後にねやっていきましょう。では仰向け天井向きましょう。まずは胸に呼吸を入れていきます。お腹はずっと引っ込めた状態です。吸ってください。で胸が膨らんできます。で息吐いて、さらにお腹がペタンコになります。でお腹がキューっていう感じになってくれば OK です。はい、もう一回吸って胸に入れて、はい、吐いていきましょう。少し手で補助しても OK です。潰すぞって感じでね、はい、吸って胸に入れます。はい、吐いて、お尻もキュッと締めておくと少しここら辺の締まりがわかると思います。もう一丁ラスト、次はお腹に入れていきましょう。吸った時にお腹が膨らみます。はい、今度お腹がペタンコになるまで吐き切ります。はい、もう一回吸ってください。ポンポコリにしてから、はい、ふー、この時も先ほどのお腹キューの感覚のところまで吐き切ってください。もう一回どうぞ。はい、吐いて、さあラスト行ってみましょう。さあもう一度胸に呼吸を入れていきましょう。吐いて、さらにお腹がペタンコになります。はい、吸って胸に呼吸入れて、はい、吐いて、はい、もう一回吸って、お腹はへこませたまま、はい、吐いて、最後の1回吸って、はい、吐いて、さあでは最後です。お腹に空気を入れて、吐いて、お腹での呼吸はねリラックス効果があるので、最後ねよく眠れるようにいっぱい空気を入れて、ゆっくり吐いていきましょう。はい、吸って、吐いていきます。はい、吸って、吐いていきます。さあ最後の1回です。最後までゆっくり吐き切りましょう。お腹と背中がくっつくぐらい、はい、お疲れ様でした。このままですね、ゆっくりとお休みくださいませ。それではまた一緒にやっていきましょう。